演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらウェッジウッドジャパンというメーカーのいちごを食べたいと思います。いちご甘味ではよく食べますけど、これで生で消化されるのを食べるのは初めてですね。こっちが普通のいちご、こっちはちょっと白っぽいですね。何か違うのかな、やっぱりちょっとまだ声がガラガラなんですけど、そういう時だからこそこういうのでビタミンをちゃんと取りたいですね。こうしていちごを食べて、どうやって開けるんだろう、これ。ちょっとまずはこちらの普通の赤い方の色のいちごを食べてみたいと思います。赤々しいですね。ではいただきます。赤は麗しい甘酸っぱさ、大人の味わいですね。続きましてはこちら、このちょっと白っぽいイチゴを食べてみたいと思います。こちらは可愛いですね。さっきのが麗しい人なら、こちらは可愛い人かな。これも美味しそうですね。ではいただきます。白は甘さ重視で家族向けですね。こちらもこちらで美味しいです。と実際に食べてみた感じだと、赤い方は甘酸っぱさの酸っぱさが強く、白い方は甘さが強いですね。なので甘酸っぱくさっぱりとしたい方は赤い方、甘さに浸りたい方は白い方をおすすめしますね。まあ自分はどちらも好きで、どちらも美味しかったです。ケーキとかで食べることないけど、これで生で食べるイチゴって今まで紹介したことなかったですし、あまり機会もないので、こういう風に食べることができて本当に嬉しいです。というわけで、もう文句なしのこちらの点数とさせていただきます。それでは、卒業は妻がやるかな、家事ばかり。これからは家事も分担の時代ですからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞編入、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。